も、マキ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 ことモスミツバキです。今日はここボートメッセ名古屋にてキープキャストにやってまいりました。今日はですね、マスリンさんとのトークショーがありますので、張り切ってやっていきたいと思います。レッツゴー。もっとよしおの、あのシュールすぎるってコメント来てる。もうちょっと面白いこと。飛びますか。はい、どうも。みんなのアイドル、マスゲンです。この前、予約をありがとうございました。いやいや、もう本当にあれは歌詞ですから、はい、確かに、めっちゃ歌詞を作りました。俺の言った通り、全部俺の言った通りやって、あれ作ったでしょ。本当に綺麗だった。で、今日しょうもない企画があるんでしょ。はい、そうです。やりましょうよ、はい、さっさと質問コーナーやりたいと思います。はい、はい、そう、1週間の SNS で質問を募集しました。はい、で、それがこんなに集まりました。結構集まってるやん。これをババ抜きみたいな感じにして、で、お互いこう、あ、なるほど、はい、で、それを当たった質問を答えるっていう風にしようかなって思います。なるほど、なるほど、やっていきましょうか、はい、やっていきましょう。好きな寿司ネタは？めっちゃどうでもええやん。イカ、アオリイカが好きです。意外やな、はい、なんやねんこれ。もしも魚になったらルアーに食いつきますかって、うん、答えはアホか。一番美味しいと思った魚はスマガツオです。はい、これ、はい、質問、相手にデコピンしてください。はやしはパーコになりきってください。うわ、もう俺悲観でよかった。パッハー、はい、はい、あ、よかったよかった。2人のリアルな仲良し度は恋人以上、恋人以上、友達以上、恋人未満。友達以上、恋人未満、これはもう友達以上、恋人未満です。はい、仕事の中です。みんな各々が考えて、俺やで、百戦錬磨の俺やで。そうなんですか、百戦錬磨なんですか。で、なんか小学校の時、なんか女子に話しかけられなかったっていう。ああ、小学校だけやないで、中学も高校もやで。全然童貞じゃないですか。童貞じゃねえし。うわー、もう怖い。いやいや、うーわ、怖ー。無理や。整いましたか。整わへん、これ一日やっても整わへん。バキバキバキだよ。リッキーのバキバージョン。はい、一番好きな釣り場所は、相模湖です。風の調子とか、だからその魚の気持ちになって、あ、ここがいいかもしれないって思っていけるっていう、そのね、楽しさ。あ、だから、はい、そこの相模湖をよく知ってるから楽しいってことでしょ。はい、ああ、はい、俺も琵琶湖一緒。犬派ですか、猫派ですか、マジでどっちでもええわ。マジどっちでもいい、これ3択、はい、これ全部ボツ。犬派です。はい、ボツ。
マジでどっちでもええやん。あの一言みたいなめっちゃきついのは何やったんじゃん。パソコン何使ってるの？編集ソフトは何？パソコンは15インチの MacBook Pro です。2015年モデル。で、編集ソフトは Final Cut Pro 10です。それってヒカキンさんも使ってるやつなんですね。そうです、はじめ社長も。大手 YouTuber になる人ってことですね。そうです、もうほんまにそれ全部やるやん。勝負した日はどんな感じ、はい、もうあるかいや。普通の黒のボクサーパンツ、それだけで勝負してる俺は。そうですね。ちなみにその勝負になった時はあるかいや。ないんか。はい、3 YouTuber あるある教えて。釣れたらめっちゃ喋り出す。やったーやったー来たー。もう持っちゃうねんって。もう選んでるのが悪い。ルアーを外される時の魚の顔真似をどうぞ。ルアーを外される時の魚の顔って何？まずっていうのは釣り上げられた後ってことかな。それとも、はい、釣り上げられた後に、はい、ルアーのフックを外される時の魚の顔の真似よね。スリーサイズはこれが来たー。78、58、87です。はい、ピンとこないですわかんない、平均がわかんない。はい、大阪での初コラボ、感想どうぞ。フィッシングショーじゃないですかね。あ、はい、フィッシングショーのことか、うん、初めて会う女子と喋れる会で。めっちゃ人見知りしてましたもんね。恥ずかしかった。というわけで最後、はい、好きな YouTuber は、はい、ゴーズミーツバックチャンネルです。はい、ありがとうございます。イエーイ、イエーイ。あー終わった、きつかった。ありがとうございます。まだ行きましょうね、釣り行きましょう。なんか今度は、はい、2人で無人島とか行きましょう。無人島2泊3日とかで。待って、またなんか変なこと考えてるね。いや考えてるよ。